アコマ・プエブロの一ンエステワン、デルレー電道協会水を運ぶアコマの娘たち、アコマの集落アコマの壺アコマ・プエブロは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州中部の367フィートの、サガンのメサの頂上に建設された、プエブロ・インディアンのアドベ建築の集落である。スカイシティ、天空都市としても知られる。アコマの人々は10世紀以前に、北から南下して、 アコマプエブロを建設したと信じられている。アコマプエブロは合衆国で最古の継続して居住されている共同体とみなされている。メサの断崖の上に立つプエブロ集落は侵略者に対する防衛に優れており、現在は車道を使って登り降りができるが、かつては砂岩に掘られた手製の階段でしか出入りする方法がなかった。メサの下に畑を作り、トウモロコシなどを育てていた。 アコマという名前の起源にはいくつかの解釈がある。アコマという名前はケレス語の単語でアークが白い岩、目が人々を意味するため白い岩の人々から来ていると言われている。またアークは備えるを意味する単語ハークに由来するためメサの上の防御に適した場所を意味しているとする説もある。アコマの人々は伝統的な宗教を今日まで保っているが スペイン人植民者によってもたらされたカトリックの慣習も一部取り入れている。アコマの人々は何世紀にもわたって他部族と交易や交流をしており、ヨーロッパ人の侵略以前はアステカやマヤの人々との交易も日常的に行っていた。ニューメキシコ州がアメリカ合衆国に併合されてからは、メキシコの部族との交易や交流は前よりも難しくなった。 異なる方言や言語を話す。他のプエブロとの間の伝統的な同盟は、今も存在し、特に隣接する、ラグナプエブロとの関係が深い。ヨーロッパ人は1540年に初めてアコマ、プエブロと遭遇した。1598年、フアンデオニャーテが、ヌエバ・エスパーニャから遠征し、現在のニューメキシコ州を含むリオグランで、川上流域のスペイン王室による領有を宣言し、 サンタフェデヌエボメヒコと名付けた。同年10月、スペイン人の探検隊がアコマプエブロから食料を徴収しようとした。冬を越すための貴重な食料の備蓄を守ろうとしたアコマの人々は抵抗し、オニャーテの多い不安でサルディバルを含む13人の隊員が殺されるという事件が起きた。翌年1月オニャーテは報復し、800人のアコマの人々が殺害され、 500人の女性と子供が奴隷にされた。ニャーテは、さらに生き残った25歳以上の男性80人全員の片足を切断させた。1629年から1641年に、かけ、フアンナミレス神父の指導により、メサの上の集落にサンエステバン、デルレー電動協会が建設された。長さ30フィートの梁は、カウェシティマとも呼ばれる。 マウントテイラーさんから30マイルの道のりを運ばれてきたもので、教会の墓地の土はメザの下の谷から運び上げられた。アコマ・プエブロは1680年のプエブロの反乱に参加し、スペイン人入植者をヌエボメヒコから一時的に追放した。電動教会とプエブロ集落の両方は、アメリカ合衆国国定歴史建造物に登録され、2006年には、 ナショナルトラストが管理する史跡にも加えられた。他のプエブロと同様に、アコマとその周辺地域は連邦委託地とみなされ、連邦政府によって収められている。いくつかの家族がまだ年間を通してメサの上で生活しており、他の人々は近隣の村々に住むことを選択している。2000年のアメリカ国勢調査によると、アコマプエブロと 連邦委託地には2,802名の居住者がいる。部族の総人口は約6,000人である。ガイドに引率されたツアーに参加すれば、アコマプエーブロを見学することができる。祭礼の一部は観光客に公開されている。アコマインディアン居留地にはスカイシティカジノがある。アコマプエーブロは手作りの彩色石器でも有名である。ありがとうございます。